1943年10月22日夜、この日ドイツ第4水雷艇隊は英仏海峡に出撃した。この日の任務は貴重な戦略物資を輸送しているニュンスターラントの間接護衛であり、第4水雷艇隊はわずか5隻の水雷艇でこれを守りきらなければならなかった。深夜に水雷艇隊はブルターニュ半島から約7海里の場所で味方船団を視認、水雷艇隊はこれの北西に位置する要隊を進める。一方で A 艦隊はニュンスターラントの接近を察知しており、これを撃沈すべく軽巡カリブディスをはじめ駆逐艦6隻との艦隊を派遣。23日0時25分、水雷艇 T25 が水中超音機で A 艦隊の存在を確認。これを受けドイツ艦隊は A 艦隊へ向け転進、その後進路を東へ向ける。ドイツ側司令官コーラウフはこの運動で A 艦隊を味方から遠ざけ、さらに同行船に持ち込むことによって魚雷で A 艦隊を仕留めようと目論んだ。さらに南西から雨雲が近づいており、ドイツ側はこれの庇護も期待できた。だが唯一の誤算は A 艦隊の規模である。水雷艇5隻と軽巡1隻、駆逐艦6隻、果たして喧嘩になるのか。午前1時25分、駆逐艦リムバーンが水雷艇隊の通信を傍受、さらに5分後にカリブティスがレーダーで13キロ先のドイツ艦隊を捕捉。カリブディスは後続の駆逐艦に増速するよう命じたが、それを受信したのが駆逐艦ウェンスリーデールのみであり、同艦が両艦を次々と追い越し A 艦隊は混乱に陥った。一方でドイツ艦隊も A 艦隊の通信を傍受、発見されたことが明るみになり奇襲の可能性がなくなる。数分後、カリブティスが照明弾を発射、しかし運の悪いことに雲の上に上がってしまい効果がなく、さらに時間の位置を敵にさらしてしまう。コーラウフは大型艦を確認し即座に撤退を決断、だが艦隊を一時東へ転進させ、全艦に魚雷発射を命じる。水雷士艦のミスにより発射できなかった T25 を除き全艦が魚雷を発射。24本の魚雷がまさに今ドイツ艦隊追跡のため回答した A 艦隊に直撃。回避の間もなくカリブディスに1本命中、グレンブイル、ウェンズリーデールは辛くもかわすが、さらにもう1本カリブディスに命中、リムバーンも1本飛来した。カリブディスは2本の飛来により機関室に浸水、全電源を喪失し50度傾斜。リムバーンは弾薬庫に飛来し、これにより艦首が吹き飛ばされた。A 艦隊は大混乱に陥り、飛来した駆逐艦をロケットと5人、さらに指揮を引き継ぐべきグレンブイルの艦長はそのことに気づいていなかった。駆逐艦同士衝突仕掛けるなど危うい場面もあったが混乱から回復した A 艦隊はリムバーンを雷撃処分し、撤退した。その間ドイツ艦隊は悠々と戦場を離脱、味方船団と合流。わずか5隻の水雷艇で軽巡1隻、駆逐艦1隻を撃沈したコーラウフ少佐は後に騎士鉄十字章を受章する。ドイツ艦隊の活躍はビスマルクやアドミラルグラーフシュペイのそれが主に取り上げられ、水雷艇や駆逐艦のような小艦艇の活躍が日の目を浴びることはほとんどない。もっとも彼らの任務は敵艦の撃破などといった華々しいものでなく、船団の護衛や哨戒といったものであるが、戦力で上回る A 海軍及び空軍相手に粘り強く戦ったことは決して忘れ去られるべきではない。この動画を通してこれら小艦艇の活躍を一人でも多くに知ってもらえると投稿者冥利に尽きる。ご視聴、ありがとうございました。